マジでさ、本当すごい。本当すごいわ。本当にすごいよ。ライブで頑張りますとか言われたよね、マジで。すごいよね。いや、ありがたいっすよ、本当に。いや、これは確かに嬉しいわ。ねうん、僕だって自分が幸せにしてないのちょっと嬉しいもん、ね、横で見ててすっきりでだって僕いや僕もこうたことが好きですって言ったらいや負けませんとか言われたんですよ、ちょっと怒ってたもんね、負けないんだよ、絶対負けない、だって今さ受験シーズンじゃん、もう受験頑張ってって言ってくださいとかめっちゃすごい、こんにちは、こんにちは、やばい、こんばんはか、こんばんは、こんばんは、こんばんは。うわ、かすみです。わかりますか、ウーゴさん。え、あ、かすみさんですか。はい。あ、いつも本当にありがとうございます。うわ、いつもライブ、俺の、俺のライブ見てください。さすがです。あの、コウタ選手、はい、つながっちゃった。あの、アペちゃんの誕生日知りたいです。アペ。はい。アペいつだっけ。毎日が誕生日です。あいついつだっけ。待って、ちゃんと考えるわ。え、クリスマスよ、確か。アペまだ1歳なんですよ。1歳なんですよ。クリスマスの前日だった気がするな。え、何日ですか、すいません。画面録画してて。12月、俺適当なこと言えないな。うん、また、します。毎日が誕生日だから。毎日が誕生日なるほど。あと、私、3月12日の写真会と、あと、なんだっけ、神戸コレクション。行きます。嬉しい。あの東京なんですけど、あ、そうなんです。神戸コレクションはちょっと東京から新幹線乗って 一緒に神戸行く感じだ。そうそうですそうです。超嬉しい、やばい。すごい、ね、東京から神戸コレクション。もう本当に応援してて、もう本当に毎日なんだろう。よかったね。あのストーリーとか。乗っけさせてもらってます、ありがとうございます、本当に皆さんに感謝してます、はい、あとあの最後にお願いなんですけど、はい、あのこの頃朝あの全然起きれないので、あのかすみ起きてっていう声が欲しいです。かすみ起きて、ありがとうございます。恥ずかしいな。3月12日とあと神戸コレクション楽しみにしてます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。復唱いいですか。はい、みんなで復唱いいですか。タクちゃんのインスタもフォローお願いします、うん、皆さん。あ、しました。じゃあ好きなポーズ何ですか。ポーズ知らないな。アペは10月24日です。10月24日です。わかりました、ありがとうございます。じゃあ、指ハートでコウタ選手の。じゃあ僕ら二人後ろで、後ろでやって、前は行きます。はい。はい。チーズ。やばくない。僕とゆうくん。ありがとうございます。ありがとうございました。大切なもんだ。じゃあまた。おやすみなさい。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。すみません、入っておっさんが。ごめんね。ちゃんとでもあそこ出てきたからよかったね、10月24日。さすが、さすがやね。やっぱマネージャーはすごい、ね。サーチャーがすごい。マネージャーはすごい。てか、誰も、てかお前、大好きすぎるくせになんで知らねえんだろうし、お前。まずなんで知らんのって。だってこれ、迷うな。俺もめっちゃ的外れたな。これ、どうやって選んだらいいの、コラボ。いいよ、もう好きに。いや、俺じゃ選んだから、次、ユーゴの方がいいんじゃない。いいよ。今選んだ？いや、じゃあ。あの選んでね。これどっから選ぶの？これ？これだよね。おお。え、これ迷うな。怪我で回復期を迎えた後、バレーボールと格闘技のトレーニングに応援しています。男の人とかいないんかな？頑張ってください。適当に押すぜ。はい。よっしゃ。いやー、緊張するな。あ、ちょっと待ってよ。あ、こんばんは。こんばんは。ななこです。あ、よし、ななこさん。こんばんは。なんか、こんばんは。3月12日行きます。
マジでみんな、ありがとうございます。石川県から行きます。石川県。やべ。あの、明日、来てるんですよ。明日、水泳の大会があるんですけど、はい。応援してほしいです。はい。え、水泳の何ですか？大会があるんですけど、すげえ。応援してほしいです。え、なの、何の大会？水泳の全国大会みたいな。全国大会への切符をかけた大会です。すごい。すげえ。もう自分を信じて頑張ってください。はい、ありがとうございます。きっと全国に。まあ、ちょっと俺水泳わかんないから、もう適当なんて言えないけど。ていうか、さっき、コータの方のライブでもコメントしてました？はい、してました。あ、してましたね。たまたま俺見かけてるわ、じゃあ。水泳の大会って言ってた気がする。コータ選手に質問なんですけど、はい、好きなお菓子何ですか？好きなお菓子、ミルキーです。 ありがとうございます。笑うことじゃない、笑うことじゃない、全然笑うことじゃない。ちょっと本当はもう寝なきゃいけない時間ではい、そうですよね、全然寝てください。起きてきたので、あの、自分は映れないんですけど、スクショしてもいいですか？はい、もちろん。じゃあ、なんか皆さんでポーズしてほしいです。皆さんでポーズ。おのんでする？はい、オーバーにするか。じゃあちょっとポーズして、持ってないよ俺。せーの絶対甘いらしい。ありがとうございます。カシャってならへんじゃん。最後にはい、最後に7個頑張れって言ってほしいです。7個頑張れ。ありがとうございます。よし、おやすみなさい。おやすみなさい、失礼します。いやもうね、いや人を幸せに続けてる、あの、多分ね、自殺者減らせると思う。いや、もう本当に人を幸せにし続けてる人すげえわ。やっぱ、ね、僕ね、あの、ちょっと未知なる世界やっただよね。頑張ってくださいって言ってくださいって。何これ人も三浦孝太郎眉毛になりたいやばい、それそれ それはちょっと話したいな。それはちょっとやばい。どうしよう、めっちゃ悪口言われたら。これになりたいでしょ。ちょっと待って、ちょっと、びっくりした、ま、眉毛になりたい。ちょっと、すいません、こんばんはやばいな。あれ、パクチーですか？あ、ちょっと顔映せないんで。あ、そういうことか。ちょっと仮面で。いやー、ちょっと待って、眉毛になりたいですか？あ、はい。眉毛？私です。眉毛別に普通。眉毛になりたいんだって。あ、はい、ちょっと。え、待って、ちょっと待って、なんかマジでちょっと待って。なんか質問とかあったら、コタ君答えてる。タクちゃんのインスタぜひフォローしてください。あ、もうフォローしました。あ、ありがとう、マジでありがとう。スケボーすごいんだね、皆さん。助かります、マジで。僕も頑張ってるんで助かります。待って、めっちゃ手震えてるんですけど。え、何ですか？ちょっと震えてます、マジで。いや、応援してます、めっちゃ。全然もうコタ映ってないじゃん、あんまり。やばいですね。スクショいいですか？スクショいい。もちろん。じゃあタクちゃんも入って。ありがとうございます。え、待って。どうする？ポーズどうしたらいいですか？グッドで、グッドポーズでお願いします。グッドポーズ。眉毛。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか入ってしまって、すみません。本当に申し訳ない。ありがとうございます。ゆうごさんのです。おやすみなさい。あの、作ってたコラボするし、自分で作ってた。とりあえず残してるんで、絶対ね。すごい。おやすみなさい。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。この機能もでもすごいね、ね、考えた人。すぐなるじゃん。どういうことなのこれ。でもこうなんか、壁なく話せるのはいいっすよね。でもコータがさ、こういうのがさ、嫌じゃないのがすごい、ね。もうそれはもう、いや、全然、本当にガンガンやると友達感覚でやってるんですけど。いや、でもそれがきっかけだよね。すごい。だからファンが増えるんやんな。感謝してるんで。ここまでする人あんまりいないもん。じゃあ、あと、ラスト。あ、ラストラスト1、2ぐらいにするか。ラスト1、2? いや、
好きに選び。ちょコメントもちょっと読んだ方がいいんじゃない。あ、そうだね。じゃあちょっと好きです。うん、なんかある？質問とか多分。すごいな。おコメントすごい。海外の方多いっすね。多いね。なるほどね。すごい。太田くん髪色落ちましたね。落ちた？実際。うん。落ちたっていうか一回染め直したんだよ。落ちて。太田くん本当大好きです。ありがとうございます。シャツを脱いで。脱いだんですけど。ダメダメ脱がさ脱いだ脱いだよ。試合見てください。なんで寝ないの？すいません。そう、あのね、海外の人、本当に寝る時間をめっちゃ気にしてくれる。ベトナム語を話してください。チンチャオ。よく覚えてるね。ありがとうってなんて言うの？え、なんだっけ？なんだっけな？なんだっけ？なんか俺教えてくれたんだよな。忘れちゃった。じゃあちょっと、ゆうご喋ってて。いいよ。何すんの？喋るの？うん。ありがとう。髪型ひぐ。カモンバーン。カモンバーン。カモンだよ、そうだ。カモンとカモンバーン。カモンバーンだよ。そうだ、思い出した。カモンバーン。そうね、本当に海外の人もいいな。うん。ベトナム語話がいいのに。ベトナム語喋りたいっすね。ありがとう。カモン、カモンだけでいいらしいよ。カモン。カモン。カモン。チンチャオ。はい、すごい。見てるね。うん。たくさんは今何してんだろう。トイレじゃん。トイレ行っちゃった、多分。あれ、展示会来てくれた人は。え、いいのいいの。見てないかな。あ、どうだろう。寝ちゃったんじゃないか。多分その可能性全然ある。だって1時だぜ。いや、てか俺展示会の絵そろそろちゃんと描かなきゃやばいな。おかえり。いやだもめちゃくちゃベトナム語調べてる。そう。え、ありがとう、今そう。カモーンってずっと言ってた。よし。ありがとう、間違えてカモーンって言ってた。カモーンがありがとう。かビートルズですか。いや、ビートルズ？ん？ビートルズですか？今曲かかってる。あ、これか。あ、これはブルーハーツ。ブルーハーツです。いやー、すごいわ。マジで改めてすごいと思うわ。一人趣味にしかも優しいもんね。すごい。できないね。明日何時だっけ？決めてないんで、うん、11時ぐらいに駒沢行けばいいんじゃない？ただ10時に起きてチェックアウト。そう、チェックアウト。だから9時ぐらいに上に上がってくればいいって感じです。オッケー。誰と間違われてんの？ん？何が？あ、俺がビートルズっていうこと？それは、え？それはないんじゃないかな。どうなの？ないと思うけど。またコラボしてくれた。誰にも似てないもんな。あ、これはあれですよ。あのこれ誰？オーシャン？じゃあ、なんだっけ？オーシャンだ。そうだ。オーシャン。俺このこの曲めっちゃ好きなの俺。バリバリそうやって。うんって誓ったっけって思ったもん、ね。みんなで沖縄来てほしいです。沖縄行きたいですね。ねコバルコラボ送りました。じゃあこの人。タイ語でこんにちは。タイ語なんだろう。コプンカープじゃない。コプンカープすごい。さすが。え？つながりましたよね。つながってますね。こんばんは。わあ2回目です。この間も。ええー。やっぱ引きが強いんだね。カレンです。あ、カレンさん。覚えてるわ。あ、そうです。ウーゴさんに DM させてもらってめっちゃ。
励まされました。ありがとうございます。あ、そっか。カレンさん、よくは。あ、じゃあ、あなたも人を救ってんだよ。すごいね、ほんと。おっさんも頑張ろう、マジで。めっちゃ、お腹痛い、緊張して。あ、切ります。じゃあ、切ります。じゃあ、質問は、来週美容室行くんですけど、はい、あの3月12日行くので、どんな色にしようかなって迷ってて決めてほしいです。じゃあお揃いで。あ、お揃い。したいです。お揃いで。写真見せますね。じゃあ最初ピンクシルバーっつってピンクにしてその後に。もう一回染め直しに行ってちょっと明るくピンクっぽいシルバーっぽいピンクみたいにしたら色が落ちてきて金髪みたいになってるって感じです。かわいいですね。でもめっちゃ色いいよ。ありがとうございます。めっちゃいい色。じゃあ同じ写真見せて同じにします。もうこうやって見せてください。はい。スクショしときます。今スクショしてください。スクショします。この色で、この色で見せときます。明日お休みですか？明日休みです。なんでタクちゃんに、ね、はい、あれを教えてもらうんですよ。スケボーを。あー、いいですね。なんでタクちゃんのインスタをね、ぜひフォローお願いします。あ、フォローしました。はい、フォローしました。みんなしてくれてる。あのここで会話していただいた方は全員知ってる。あれですね、タクちゃんのスケボーすごいんで、はい、あの拡散してください。拡散しときます。じゃあお願いします。お願いします。じゃあ、はい、またじゃあまた12日会いましょう。はい、楽しみにしてます。おやすみなさい。ありがとうございます。失礼します。あ、この人あれじゃない？展示会来てくれた人じゃない？俺この人のさメッセージが毎回送ってもらってるんだ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。展示会来てくれてた人ですよね。はい、そうです。え、ほら、一緒に写真撮った人。そうそうそう。ああ、そうなんだ。超絶ラッキーだ。すごいね。うん、見た、写真見た、写真見た、見た。たまたまコータも来て。最高でしょ。でもそれがやっぱ出会いやし。あれすごいよね。最高やんな。おっと、めっちゃ電波あるぞ。電波がくるくる、くる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 回ってる。ほんとだ。オアシス。おっと、電波が。かわいそうやね、引きが強かったのに。こっちの問題かな。その前出ちゃった。オアシスかっこいい。じゃあどんなタイプ DM に返信してますか。いや、なんか最近はリクエストみたいなやつがもう結構量が増えてしまってあんまり返せてないんですけど、なんか一回返したことある人はなんかあるんだよね。あ、残るの。一回返した人はさ、うん、その自分がフォローしてる、つながってる人と、うん、それがメインっていうのもあるじゃん、なんか DM って。あのメインと一般ってやつ。そうで、一回リクエスト返すとさ、出てきやすくなる。あ、うん、そうだね。そうなるんです。だから、一回返したことある人は結構何回か返せたりしてるんですけど、なかなか最近ちょっと返せなくなってきてしまっていて。すいません。でも、ストーリーとかなるべく、タグ付けしてもらったやつ見てるんですけど、あのなんかたまに押せないやつあるんですよね。あのなんていうんだ、アンケートとか。それでなんか解説ないのある。あ、もう一回つながるか。同じ人？うん。電波ね、こっちの問題じゃないと思うんだよな。多分あっちが。こんばんは。こんばんは。すいません。あ、大丈夫ですか、電波？ごめんなさい。聞こえてます。あ、すごい、ありがとうございます。よかった、電波。展示会来てくれてた人ですよね。はい、そうです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。これ
写真。あ、顔が。あ、すごい、印刷したんですよ。印刷してる。すごい。ありがとうございます。すごいやん。いや、あの、投稿されたじゃないですか、写真。はい。コメントめっちゃ来てましたよね。すごい、嫉妬するわ、みたいな。マジで。私はあなたに嫉妬するみたいな。いや、それも勝ち組でしょ。めっちゃ怒られて。勝ち組。ね、すごかった、あれ。もうそれはもうパワーに変えた方がいいんじゃない？それは。ね、なんかコウタ君に質問とかありますか？俺にユーゴニーの方がいいんじゃない？別に何でも誰でもタクシャでもいいし。いや、僕は別に。え、ユーゴ君、靴楽しみにしてます。あ、ちょっとね、ごめんなさい。ちょっと今ね、やってるんですけど。東京にやってるんで、ね、申し訳ないです。もうちょっと待っていただいたらやると思うんで。待ちます。あ、なんか、どんな靴にしてほしいとか言ってくれましたっけ？言ってないです、まだ。あ、じゃあまたそれも、このままに教え、あの、細かく教えてくれれば、くれるほど頑張るんで。はい。お任せでもいいですし、何でもいいんで、お願いします。いや、ありがとうございます。すごいね、忙しいね。いや、本当に、依頼がね、すごいわ。来て、ありがたいことに来てくれてて。じゃあ、その靴でスケボーするしかないんだもんね。スケボーで、ズルズルになるけど、ね。ちょっと自分すっごい眠そうだからあれじゃない？眠そうだね。いや勉強してます。あ、そうなんですね。すみません、頑張ってください。じゃあ、ありがとうございます。また頑張ってください。スクショして。はい、いいですよ。全然。電波悪い。靴誰でも頼めると思いますよ。僕はちょっとわかんないですけど、ユーゴに DM ください。あの、でも。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。じゃあ、これで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もうラスト、うん、次の人で終わります。じゃあ、ユーゴのライブだから。ユーゴ選んで。いいよ。さてと。あんまりこういうの長くしちゃいけないんだよ。うん、パッてもパッて拾う。はい、パッ。よいしょ。タクちゃん、ここの方がいいんじゃん。いや、ちゃうね、ちゃうね、ちゃう。僕はね、こんばんは。やばって言ってから、それはあかんの。絶対。こんばんは。やばい。いや、ユンジョさんやばい。じゃあ、ユーゴ、ここは。ユーゴ。いいけどさ。これが、いや、しかも今日これがラスト。あ、本当だ。すみません、本当に。これがラスト。ラストそうです。なんか質問とかあったら全然。いいですよ。え、いつも応援してます。最高ですね。ありがとうございます。本当に寝てました。はい、ね、寝てましたか。いや、しし見てました。あ、さすが。絶対ずっと見てるでしょ。ありがとうございます。いや、なんかここに座るとめっちゃやりづらいわ。逆にお前ようやってたな、ここで。そうそうそう。なんかあるかな、質問とかね、あれば全然あれなんですけど。え、歌詞動画とか見てもらえてますか？見てました？歌詞動画。あ、見ましたよ、あれ。え、僕、DM 返しませんでしたっけ？あ、はい。ですよね、僕見ました、見た？なんか、俺と、あ、見て、見て、これ、ストーリーとか。あれ、すごかった。練習してもらってるのはなるべく見てるようにします。あんだけいい動画を作ってもらって、ちょっと後で見せるわ。すごかったよ。いや、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。だって俺、画面録画したもんな。今俺、ライブラリーにありますもん、あれ。ありがとうございます。あんな、ありがとうございます、本当に。え、いや、応援してます、これから。はい、ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。え、ちょっとやばいっす。やばいわ、この席やばいわ、いざメインの席に座るとえぐいわ。自分たちなのに。そうそう、自分たちなのに。勝手にスクショしたいです。スクショいいですよ、いいですよ。俺も全員おじさんも全員おじさんも全員。え、ちょっとなんかポーズしてください。ビズリーチ、はい、いきます。
できました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。応援してます、これからも。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。じゃあ今日はたくちゃんのねインスタをぜひフォローお願いします。はい、しました。ありがとうございます。お願いします。皆さんありがとうございました。チンチアワンドコーブンカーありがとうございます。九州の人たちありがとうございます。本当にありがとうございます。